はい、ということでポケットモンスターバイオレット続きやっていきたいと思いますね。いや、だいぶ時間空いちゃったんでね、なんも覚えてないんだけど、やっていこうか。よし。さあ、ということで、この先を進めばいいのかな？テーブルシティに行こうって出てたんで。はい、じゃあ、どんどん進んでいこう。全然進んでないっていうね。で、今、多分、東大から、学校に行こうということで。あっちかな？あっち方面？こっちか。で、なんかこのちっちゃい町に来たんだよね、前回ね。はい、ということで、やっていきたいと思いますね、もう。ごめんな、全然進んでなくて。ネモ。ネモ！ネモだ。そう、プラットタウンか、ここが。南一番エリア、名物通学の坂。利き魚取れながら、ういういしてるから頑張ってたって。とりあえずちょっと回復していこう。あ、もう回復してた？いや、とりあえず休ませる。いや、もうね、ポケモンやりたくてうずうずしてたのよ。もううずうずしてました。はい。来た来た。いいね、なんかショップの右のお兄さんも、ね、笑顔で見守っててくれてる。なんだい？いろいろな機能。方向を押すといろいろな機能を使うことがある。エモート、カメラ機能？何それ？カメラ起動か。数値の確認、見た目の設定？見た目の設定？え？何？通知？カメラの起動。自由にカメラを動かしていろんな場所やポケモンたちを撮影してみよう。あ、そんなことできんの？自撮り！カメラの起動中に Y ボタンを押すと自分を撮影することができる。かわいい！なにこれ？フィルター！今時だね。今時ですね。面白い。自撮り中に方向ボタンを押すと、自分の表情を変えられます。エモートした後に。へぇー！あー！パンも出た！前回探し回ったパンも。押す。音楽を鳴らせます。音楽を鳴らす。ボールから出しているポケモンが反応してくれるかも。へぇー！すごいね！待って、Y。あ、すごいすごい。傾く。Y。うわ、すげえ！あ、かわいい！すごいね、ちょっと、ね、もう。え？表情変えれる。あ、かわいい！あはははははは！何これ！曲変わる。すーげえ！ちょっと待って。え？クワスト撮りたいんだけど、どうやったら撮れるの？どうやって取れるのこれ。クワスどこにいる？クワスいなくない？え？あ、いた！ちょっと待って。ちょ、こっち。あ、なんかやってんな。ああ、来た！かわいい！かわいい！これ、ちょっと肩とか乗ってくんないのかな？かわいい！いやあ、かわいい！かわいすぎ！ちょっと待って、やばすぎ。マジ？あ、エモートね。うわあ！手乗せかわいい！ちょっと待って、やばすぎ。これだ！これです。飛んで。あい！かわいい。フィルター。うわあ！すげえ！面白すぎる。こんな機能あったとは。あ、かわいい！こっち向いてる。ちょ、待って、主人公超イケメン。うえぇ！いいね。ちょっと待って、エモート。手を上げる。かわいい！虫歯ポーズ。顔を隠す。いや！主人公イケメンすぎるだろ。頭いかついけど。こんな機能があるとは。行くよ、クワス。空鎮か。空鎮行くよ。しゃあ。じゃあ進んでいこうか。お！ポケモンいいな。グルトンがいいな。おー、渋いね。渋いね、お嬢ちゃん。おー！
ペリッパーじゃないの、ペリッパー。すっげえリアル。うわうわ口でかー。口でかあれ待って、ペリッパーはなんか喋ってる。ペリッパーは荷物やお手紙をくしばしに入れて運ぶんだって。いや、でかいね。うわぁ、これはちょっと、おもろすぎる。ここは、話しかけられない。ふらっと立ち寄る街さ。お!美味しそうね。とろけますよ、何?なんか売ってんの?甘くて冷たいアイスはいかがですか?えっ!うわぁ、すごいリアル!何?美味しそう!すごいね。照り焼きアイス?美味しいんかこれ。甘辛いタレが癖になると隠れた人気を誇るメニュー。落とし物。あ、食事パワー。なんだなんだ。ようわからんね。経験値パワー水。捕獲パワー水。なんかあるんだ。なんだろうね。ストロベリー食べてみる?はい。わかりました。美味しいの用意します。何ですか?うわっ!あらららら!何?あらら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 !何ですか?何?あれ?何ですか?てか、あれいた!あの、伝説っぽいポケモン。なんだっけ?もう名前忘れちゃった。何?経験値もらえるのかな?クワッツなんかレベル上がった?上がっちゃいないのか。あ、未来ドンね。あ、未来ドンって使えないんだっけ?なんだっけ?なんかゲットしたんだよね、未来ドンね。ちょっともう全然覚えてねえな。なんかいる。かわいい。ややこもかわいい。かわいい。あ、おばあちゃん。麻痺直し。麻痺直し届いてたわ。ポケモンの麻痺状態を直す道具。お邪魔します。入れないか。立派な家。かわいいね、この街ね。もう、色違い。あ、色違いじゃなかったんだっけ。戦闘で最初に繰り出すのは手持ちの戦闘にいるポケモンよ。うん。基本だね。すげえ、なにこれ。これがあれか。なんだっけ。全然、なんかの、なんとか、なんだっけ?なんとかの姿だっけ?すげえな!普通のケンタロスじゃないもんね。ゆっくり行きましょう。ゆっくり行こうね、お嬢ちゃんね。うちのプーチンかわいいでしょ?なんか、あー、ごめんね。あ、なんか、ついてきてる。あ、消えた、消えた。え?消えた?溶けた?この、ここになんか跡ある。何?何だったの?あの、お嬢ちゃんと、チェリムだっけ?怖すぎる。なんだなんだ?何だったんだ?まあいいや、とりあえず行こう。全然進まない。その制服は、学生さんね。ポケモンは6匹まで持てるから、いっぱい連れて行くといいよ。あ、自撮りしてるね、お姉さん。ちょっと一緒に撮ろうよ。映えるわーって言ってる。あ、敷地か。前回いたやつ。結構覚えてんだ、名前。敷地かだよ。私、お姉さんすごいな。てか、ちょっとポケモンと一緒に撮ってあげて。ちょっと一緒に撮りましょうよ。お姉さん。あれ?お姉さん、お姉さん。近すぎる。あ、いるいる。いいね。お姉さん一緒に撮りましょうよ。ちょっと、お姉さん。こっちこっちで。もう、別で自撮り。最後。なんか、血気盛んな。チェリーもいる。血気盛んなトレーナー多いって言うけど、全然いないんだけど。住んでる学生は寮じゃなくて、家から探す。坂道がするけどね。坂道?いつまでも覚えられるね。この辺は基本のこと喋ってくれるのね。プラトタウン。ポケモンいねえか。あ、待って、めっちゃ道具落ちてる。
めっちゃ道具落ちてるし、ポケモンいたね、なんかね。傷薬大事。あ、これは、あ、これ、あ、これ、あ、違うな、これパモじゃねえな。あ、チルリア。あ、プープリン？プープリン、あれ？プープリンってゲットした？プープリンゲットしたっけ？あー、なんか、あー、キルリアもいる。あ、プープリンゲットしてる。ゲットしてるけど、じゃあ。本日一発目のバトル。オッケー。急所に当たった。待って、キルリアのメス欲しいな。ゲットしてないよね、前回ね。キル、あ、いなくなった。いなくなっちゃった。プープリンめちゃくちゃいる。プープリンめっちゃいるじゃん。待って、キルリアいないかな。あれ、パモじゃないよね。なんだっけ、名前。オッケー。KK アメ XS? なに今の。なんだったオッケー。うわー、いっぱいいる。あ、パモ！パモだ、これが。これがパモだよね。てかさ、なんか。あ、オッケー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 。そう、勝手になんかね、バトルしてくれんだよね。クラス。クラス大丈夫？オッケー。やってる？オッケー。あ、パピモッチだ、そうだ。パピモッチね、かわいい。この辺のポケモンかわいいよね。あー、なんか勝手にやってるな。あれ？今指示してないんだけどな。こっちおいで。いいよ、バトル。ま、なんか、おい、ずいぶん切り盛んだね。ププリン多くない？こんだけいたらなんか、レアなププリンいそうだけどね。キルリアいなくなっちゃったよ。後々出てくんのかな。いや、こんなことしてたら進まん、またこれ。空中どこ行った？いたいた。キルリアいないか。うわ、プープリンばっかり。プープリンばっかりだ。すごいね、でも、これ勝手にやってくれたらさ、経験値めちゃくちゃ溜まるよな。あ、戻ってきた。キルリアいなくなっちゃった。最初だけだったね。まあ、いっか。上にもあるな。これ登れる？プラトタウン。ああ、ここにある。オッケー。ここはいけないか。ここまだいけないのか。こういういけない場所ってどうなんだろう。後からまた？なんかポケモンとかで行くんかな。いけないよね、この上ね。なんか後から行けるようになるのかな？ああ、知らんけど。まあいい、行こうか。パピモッチいっぱいいるね。パピモッチか。ね、かわいいよね、ドーナツ。やばい、全然進まない。ちょっとキルリアいたら欲しいんだけど。まあいいや。行こうか、じゃあ。あ、さっきの女の子いた。また消える？ゆっくり行きましょう。話しかけられないんだよ。敷地かお姉さん。うわ、こっちにもいる。何をしようかな。うわ、すごいな。あれ、待って、ここ何？ここ来た？来てないね。あら、世間話してるわ。すごいな。入れる？入れない。全然入れない。結構歩くの。待って、ペリッパーってことは、ここ来てんのか？こっちは。あ、待って、あれ学校じゃない？うわ！学校だ。ってことは、あれ、奥は何？奥からでも行けんの？うわ、すごいな。ちょっと待って、改めてすげえな。いや、オープンワールドすごいね、ポケモンで。ちょっとどっから行こうか迷うわ、これ。こっちからでも行けそうだよね、なんかね。うわー、あ、待って、あ、待って、おー、ヒマナッツかわいい。ちっちゃい、ヒマナツちっちゃい。あ、てか持ってないじゃん。やべえ、間違った。ひじ、ひじ、あぶない。あ、でもね、オスか。あの、僕ね、基本メスが欲しいんですよ。うん。別に変な意味はないんだけどね。なんとなくメスが欲しい。かわいい。まあ、女の子を戦わせるのはどうなのかって思われちゃうかもしれないけど。基本ね。ちょっと待って。ヒマナッツ。
ゲットしたいね。あれ今道具なかった？道具じゃねえ、アイテムなかった？ないか。うわあ、びっくり。はねっこ。これ自動でやるのもいいけど、ゲットしてないやつまで。誰？アクアジェット。おー、クーチン。きた、アクアジェット。やっぱね、水タイプだからね。水系の。覚えさせたよね、技ね。奮い立てる。奮い立てるって必要？どう？どうなの？いる？いらない。いらないね。OK。でも攻撃技だけでいいです。僕は。はい。よくわかんないんで。OK。暇なついなくなっちゃった。なあ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 。これさ、ポケモンバトルじゃね？ちょっと待ってね。一旦アイテム。オッケー。てか、この上から行けそうだけどな。行けねえか。あっち行けると思ってる。お！ネットボール！懐かしいね。なんかあったね、そんなの。虫タイプ捕まえやすいんだっけ？うわ、いっぱいいるけど、この辺はもう、一回出てるポケモンかな？おっと？ちょっとこの辺はじゃあ、クラス行っとけ。空中行っとけ。多分この辺勝てるよね、空中だけで。ああ、勝ってる勝ってる。ああ、行けないか。うわ、すっごい高いとこまで来た。オッケー、空中頑張れ。いや、マジで進まねえ、この調子だと。まだ学校行ってないんだぜ、だって。トータル結構やってるけどね。まだ行ってないって。だからそれだけなんか、やりごたえがあるってことだよね。めっちゃ道具落ちてるし。何これ？なんか今いなかったポケモン。なんかいるな。ん？なんだ？あ！え、待って！これは、新種欲しいよね。新種っていうか新しいポケモン。これ来た！見たことないよ！シルシュル！はい、来たー！シルシュル！何ですか？これ多分、あ、そう、パルデアだ！パルデア地方から出てきた新しいポケモンだよね。うえぇ！初めて見せた！これパルデアからのポケモンでしょ？どうだ？あ、ブレッ！アジットバック、おえ毒か！厄介だね。捕まえてみようか。シルシル進化系が気になるね。進化すんのか。すみません、シルシルちょっと手持ち入れてみる。あーでもな、地面地面し、そういえばいたな。毒ノーマル、縄張りに敵が近づかないよう刺激臭がする毒液で巣の周りに図形を描く。毒ネズミ？これネズミなの？え？ちょ、手持ちに加えてみるわ。地面師ちょっと。待って。あ、加えちゃったか。ブイゼルでもよかったな。オッケー。まあまあまあ。え、これが？ホシガリスかな？これは。これ主人公の家で飼ってた。あー、かわいい！ホシガリスってゲットしてないっけ？あ、してないわ。てか、ハチリベ、結構強い。強いぞ。なんでだろう、ポケモンってさ、名前覚えやすいよね。なんでなんだろうね。ホシガリスの毛。あ、そっかそっか、登録されんだ。ホシガリスはね、とりあえず、ボックスに送っときます。いいね、いっぱい捕まえてるよ。シルシル、シル、シル、シルシル、メス欲しいな。しつけえ。しつけえけど、メスが欲しい。あ！いるね。あ！奥にもいる。頼む。あなた、メス。
おっせー、ちょっとアクアジェットやってみる。そういえばせっかく覚えてる。アクアジェット行け。うえー、宇宙かっこいい。シルシルの進化系が見たい。シルシルのインク、ああトレーナーか。あ、シルシルいる。あ、違うわ。誰？あ、羽根っこ。あ、あ、え？嘘っき、嘘っき。嘘っきじゃねえ。なんだっけ？嘘っきの進化前。嘘八。かわいい。オスばっかりここ。なんなん？強い。効果今一つか。やべやべやべ。強いぞ強いぞ。なぜか嘘っきより後に出てきたんだよね、嘘八。進化前なのに。もともとウソッキーがいて、あああはははは、倒しちゃった。ウソハチの涙。切ねえ。でもウソ泣きだから。ちょっともうちょいシルシル、シルシルいた。え、星ガリスなんか食べてる、かわいい。あんたメスっぽいな。おせえあ、アメンボ、アメンボいる。なんだっけ、うわ、待って、クワス違う。クワスかわいい、クワスも泳いでるかわいい。ちょっと待って、かわいい。え、これいける？いけない。あれ、なんか投げるんだっけ？なんだっけ？こうだ。あ、これでバトル始まるよね。あれ？え、これゲットできない？どうやって？落ちた！あ、なんかいる。あ、これ前回もいたやつ。これくれのコイン。これなんなんこれ。これくれって何？え？はぁ！ちょ、待って待って待って！ピーチューかわいい。ピーチューあ、ピチューはもうゲットするしかないでしょう。かわいいピチュー。こんなとこから出てくんだね、ピチューね。いやー、やっぱね、ポケモンといえばピカチュウですから。なんだ、二度蹴り覚えた。ピチュー、かわいいけど一緒に暮らすなら電気ショックでピリピリにされる覚悟しなければいけないのだ。ピッチはもうピッチのままだね。かわいい。え、ピッチとお散歩したいね。ウソハチさっきゲットできなかった。来た、メス。ゲットできなかったから今回こそ、オーケー。ウソハチ。来た。盆栽ポケモン。なかなか渋い。やっと来た。シルシルメス。やっと来ました。こいつオスしか出ない。もう10体以上戦ったのに。やっと来たわ。うわっ、マジか。やばい、下手に攻撃できないな。クーチンちょっとレベル上がっちゃってるから。他のポケモンだ。やばいやばいやばい、クーチンやばい。ちょっと戦わせすぎた、かわいそう。ちょっと待ってね、どうしようかな。パーチン、パーチンお前だ、行け。毒ネズミにはノーマルネズミで。あ、ネズミじゃねえのか。ワンちゃんか、これ。ひっかく。待てよ。大丈夫かな、ひっかく。大丈夫、倒れないよね。せっかくのメス。オッケー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 。いいよ。パチいいよ、ナイス。パチナイス。オッケー。アシットボーム。オッケー。さあ来い。おお、なんだ、ワンモーションでゲット。きたー。オッケー、ちょっと手持ち加えたいけど。あ、もうこっからボックスいけるんだ。ええー。すげえ、そういうことか。なるほどね。
あ、じゃあもういつでも、あ、そっか。いつでももう手持ちに入れれるんだ。へぇー。わざわざポケモンセンター行かなくてもボックス開けるって。すげえじゃん。サシカマス、こんなんいたっけ。ちょっとさ、やっぱ、新規ポケモン入れていきたいよね、手持ちに。どうしよう。あ、パピモッチいるじゃん。パピモッチいるよ。オッケー。よし。おーし、ブタさん以外。ブタさん空中以外は、女の子になったよ。オッケー。地味に戻ってきてるっていうね。全然進まない。今日もう、30分くらいやってるのかな、今。30分以上やってるわ。ほんで、まだこの街にいます。とりあえず多分トレーナーっぽいのがいたから、なんか一番エリアって言ってたよね。南一番エリア。筆記盛んなトレーナーがいるって。やー、いたー。さあ、僕ね、ポケモン2匹持ってるからすごいよ。ほわ、すごいじゃねえか。こっち6匹。学生のリンタロウが勝負しよう、一緒。リンタロウ。やろうじゃん。やろうじゃん。ルーリリン、かわいいポケモン持ってんね。やろうじゃん。今の空中に強いから。あ、ルリリン4レベ。ああ、そういうことね。はい。ちょっと僕の敵じゃなかったようだね。ルリリン4レベ、毒ネズミでいこうじゃん。ちょっと僕この子気に入ってる、結構。ビジュアルかわいい。毒ネズミ。かわいいよね、これ。あの、前歯がなんと。さあ、いい勝負じゃない。いけ、アシットボム、効果は抜群だ。そっか、今も効果抜群とか出てくれんのか。前からそうか。跳ねる。おっ、コイキング以外に覚えるやつがいたとは。じゃあ、アシットボムで決着をつけようじゃねえか。オッケー。いいね。さあ次何出してくる。リンタロウ。デルビル。ちょっと怖い。ちょっと毒ネズミじゃ怖いね。農家の敵で行こう。スキジカちゃんね。初かな、戦わせ。さあデビュー戦。デルビル、ちょっと怖いけど、頑張って。いけるよ。5レベだ。二度蹴り。おえー、はい、強い。はい、強い。ごめんな、リンタロウ。ちょっと大人の意地だわ。ごめんな、リンタロウ。やったぜ。わわーん、僕のポケモン2匹。ごめんな。こんな子が160円もぎ取って。なんと残酷な。で、あの人もトレーナーっぽいよね。学校行くのかい？来た！やろうじゃん。通学中のおじさんとポケモン勝負しないかい？あなたも学校なの？学校なの？これから。清掃員の信彦。信彦やろうじゃん。やろうじゃん。悟空に！えまだゲットしてない。いいね、いいの持ってんじゃん、おじさん。信彦。いや、悟空はの、あれか。ルビサファか。ねえ。いいじゃん。あ、ルビサファより前にいたっけ、ゴクリンは。マルノームめっちゃいいんだよね。僕好きだったな、マルノーム。進化系ね。舌で舐める。パピモッチこんなん覚えてた。マヒタ。パピモッチ舌で舐める。ゴーストタイプよね。あ、やばい。眠気誘ってきた。かわいいお尻。パピモッチのお尻かわいい。やばい、寝ちゃうから。いけ、パーチン。いいね。あー、楽しいね。ポケモン勝負いいね。
ポクリンかわいいな。欲しくなってきたね。まあ引き継ぐとこ悪いけど電気ショックに出します。頑張るみんな。えい、信彦強えだろ。うちのパーチン、パーチンのお尻もかわいい。オッケー。お、パピモッチ何ですか。欲しがる、欲しがる、何ですか欲しがる。覚えさせようか。あ、信彦行っただけか。信彦悪いな。行ってらっしゃい。清掃員信彦だから、また近々会うかもしれない。オッケー。じゃあ違うルートから行こうかな。このアメタマ結局戦えないってことね。さあついに学校行きます。こっちから行ってみようか。なんか大きな坂があるみたいな、このことでしょ多分ね。今から学校、ああ、こまめにレポートね、レポートね。あれ待って、なんかトレーナーっぽいのいるな。あああああああ、いたいたぞ。アメタマ、君は戦えるかい。あ、来た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 。オッケー、バトルできる。おっと、プーチンどこですか。あれプーチンいる、どうなってんのこれ。あ、いたいたいた。あ、ミス、来た来た来た。ちょっと待ってね。うわ、水鉄砲大丈夫かな。大丈夫よね。いや、一旦ちょっとボール投げるわ、怖いから。無理かな。あ、無理だ、全然ダメ。ちょっとアメちゃん欲しい。いいよいいよ。オッケー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 、ナイス、いいね、ナイス。あ、気持ちいいね。来い、アメちゃん。はい、来ました、ありがとうございます。アメちゃんゲット、嬉しい。アメ玉の蜜、かわいい。アメ玉ってかわいいよね。ちょっと進化したらちょっとね、僕あんまり見た目好きじゃないんだけど、アメモースっていうね、なんか羽に 目の目ん玉みたいなね柄つくんだよね、確か。違ったっけ。アメモース。待って、なんかトレーナーどっかにいたんだよな。あ、やべ、おーい、トーク。いたいた。お買い物してバッチリ。お、なかなかいい髪型してんじゃん。お姉さん。ナイスタイミング。ポケモンのお誘いね。ポケモン勝負のお誘いね。学生の司法。学生だった。先輩から？お、雨火事。あ、チリムじゃないか。雨火事か、これ。進化系がチリムだっけ？ウソハチ泣いてるよ、後ろで。大丈夫？待って、ピチューもいる。何みんな、見てんのかな、ポケモンとか。そういうわけじゃないから。なんで汗汗してんの？ふん。汗汗してる。二度蹴り可愛くない？これ。見て、このモーション。かわいいよね。後ろで仲良くする。なんていい技なの。攻撃力下がった。おいー、豚さんも伊達に育ててないからね、こっちも。あ、シフォン、一体か。すまなかったね。売り言葉に買い言葉。220円。ありがとうよ。オッケー、じゃあ進もうか。ついに学校か。どんだけ時間かかってんのよ、マジで。後からも来ないでしょ、どうせこの辺ね。来た来た来た、学校ある、来るよ、学校。かっこいいポケモン。なんだい、お嬢ちゃん。さっき捕まえたポケモンかっこいいから見せてあげる。見せてみろよ。
短パン小僧のヒロキ。お嬢ちゃんじゃなかった。ヒロキ、見してみ。おぉ、なんだ、あれこれ見たことねえな。カムカメ。見たことないね、ヒロキ。え、これはパルデアからですかこれ。サンムーンもあんまり僕ね、はっきりと、覚えてないっていうか、全部把握してるわけじゃないから、サンムーンかパルデアだね、これね。うん。オッケー。倒しちゃったけど。ヒロキ、珍しいポケモン見せてくれた。ありがとうよ。かっこいいだけじゃダメか。まあ、育てもね、ある程度必要だぜ。ヒロキ。君はこれから、まだまだ未来は明るいよ。一緒に頑張ろう！ヒロキ！うわぁ！うわぁ！何してくれてんねん！さあ、来たよ、来たよ。うわぁ、でっか。すっげぇ。ちょっと一旦回復させてもらっていい？ポケモン勝負してますか？してますけど。一旦先に行動できるんだって。背後から？知らんかった。ありがとう。ジョイさん。どうも、ポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか？ポケモンリーグですってどういうこと？え？ 4 人に勝ったら。ポケモンリーグで豪華な景品のプレゼント。ありがとう、デンジハーン。どうも、ポケモンリーグです。なんちゅう挨拶？なんだ？あ、BGM 変わったんだ。こいつもトレーナーさんかな？配達の途中だけど、ちょっと勝負しよう。配達員か。いいね、ガタイ！マッチョだ。ヒデノリ！腕乗り、マッチョだ。おお、なになに、なになに、緊張感。ここから、あら、こんな鳥ポケモンいんの。欲しいけど赤ジェットでぶっ飛ば。オーケー、今音波。ここから可愛いね。欲しいな。君に勝利をお届けだ。いいねー、いいこと言うじゃん。いいこと言うねー。で、ここじゃないのか、こっからは入れない。あ、着いた、来た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 、やっと進みました。やばいね、多分このペースやったら2年かかります。おい、ヒチ！来た、メモ。すまなかった。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれくらい強くなったか勝負してた。お！どうしよっかな。いいよ！やった、持つべきものは友達ね。メモ。それじゃあヒチ、実りある勝負しよう。やってやろうじゃないの、メモ。今までのヒーチン、そしてクーチンとはまた全然別格だからな。やってるじゃねえの、ネモ。ポケモントレーナーのネモが勝負をする。ホゲちゃん。さあ、どんだけ成長してんのかな？見物だね。強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらうね。いいでしょう。8レベル !8 レベルですか。うちのクチンもう15です。なーんだ、水鉄砲でいいや。8、相性タイプついてくるね。勝ちへのこだわり感じるよ。ありがとう。全然バトル初心者なんですけど。じゃあ最後ははたいて終わりだ。ただ2体目何出してくんだろうな。でも怖いね。なんか新しいポケモン見せてくれ。パンモー！仕方ない。
こっちもパーチンだ。さあどっちが強いか勝負だ。どっちのパモが強いか。パモ勝負来い。思った以上に押されてる。やっぱりヒチいいね。めっちゃ褒めてくれる。さあどっちのパモが強い。おお、いい勝負だ。さあまずは電光石火で。ヒチ楽しいね。私とっておき使っちゃう。何何とっておき。何ずるいずるいずるい。何何パモが、あ、別にでっかくなったわけじゃない。何それ。えポケモンをテラスタル。タイプの威力が何アップしたの。うわぁ、テラスタルやっぱり強い。今一つでもこの威力ずる。何それ、教えてよ。うちのパーチもやりたいんだけど。え、何これ、マジで。うわ何これ、面白。充電だ。あの、なんか暗くなってない。あ、テラスタルやったから。何テラスタルって。やばい、ちょっともうずるいぞそれ。教えろ僕にも。マジか。なんかね、一瞬巨大化したんかと思ったら大きさそのままで、なんか頭にでっかいのかぶってるだけって。逆に戦いづらいだろそれ。どうなんだよ、重そうだけどね、パモには。まさかパモがでもこんな力を持ってるとは思わなかったね。やべ、押されてんな。いけるかパモ。オーケー、ナイス、勝ったよ、テラスタルに。でもごめんねパモ、勝たしてもらったわパーチン。ちょ、うちのパーチンにも教えてよそれ。びっくりしてる、急成長にびっくりだよ。メモからお小遣いもらいました。いやーいいね、すごい。テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて、そのままで。だって知らないもん。あ、そうだ、ヒチンはまだ使えないんだ。おーい、しらしらしい。後で何とかしてあげる。何とかしてくれんの、強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりだったんでね、ばっかりなんだよね。勝負の俺、ヒチンに元気のかけらをプレゼント。ありがとう、早く教えて。3個もくれた、ありがとう。早く教えてよ。その前に学校か、でも。そして、こちら門の向こうが学校の街、テーブルシティだよ。来た、テーブルシティ。街の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。ついに、学校か。おお、来た、テーブルシティか、ここが。すげえ、大都会ですね。都会ではないのか、山の上だもんね。すごーい、わあすげえな、テンション上がるねこれは。追いついた、やっと着いたね。やっと着きました。ここがテーブルシティ、パルディア地方最大の都市。あ、そうか、パルディアでは最大だから、まあ都会っちゃ都会なのか。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。髪型をいじる美容室やん。お惣菜が美味しいお店もあるよ。髪型いじれる？マジか。ヒーチンは何が気になる？美容室。
構押されたんだね。それともポケモン勝負で邪魔にならない髪型に。まあ、コンロを変える気はないけどね。あ、シングといえば。ヒーチにもテラスタル使ってほしいんだった。使わせてくれ。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。ありがとう。その間ヒーチは街を見て回ったら楽しいよ。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具売ってるデリバードポーチかな。いろいろあるね。一通り見終わったら学校の前集合。階段すごいから覚悟してる。凄そうだね、確かに。また後で楽しみにしてて。よろしく、ネモ。手続き。ネモ早。もう見えない。学校前に集合しよう。はーい。すげー、ついに着きました、テーブルシティ。うわー、すごいな、おい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 。もう、進撃の巨人並みの壁。ね、ウォールマリアの、こっからね、あのね、戦士たちが、馬乗って出てくわ。パトロール行くよ、これ。すげえ、うわぁ、すごいね。ちょっとこれたまらんち、うわぁ、バネブ来た。バネブはもうルビサファですよね。もう、まあまあね、何がまあまあ。ふえ、ちょっと待ってね。ちょっとどうする、ちょっと見て回ろうか。じゃあ、おお、みんな喋る。あら、かわいい、どもどもいいね。すっごい、みんな喋るわ。ちょっと待って、うえ、どうたくんじゃない、これ。ここはテーブルシティパルデで一番大きな町さ。どうたくん連れてる。すげえ、これもルビサワですね。あ、違う、どうたくんってなんだっけ、ルビサワだっけ。ああ、ドータくんすげえ。リアルドータくん。ドータくん人気なぜ、なぜなぜ人気なんだ。ブティックあるって制服アレンジしたよね。ちょっと、おお、なんだ、え、星型のサングラス。なにこれ、星ガイスが進化かな、これ。ちょっと怖いね。学校で星型のサングラス流行ってるの、集団でかけてるの見たからさ。これ、欲しい、サングラス。ここ何？お、当店はくつろぎの場、喫茶室なぎさです。何これ、高っ。スパイシーボトル1450円。あー、これもまたなんか食べたら、レベルが上がるってこと、これ。そういうことじゃないもん。すげえ、おしゃれな喫茶店。ブティックとかどこにあるんだろう。わー、あー、パチリスいる、かわいい。制服いじりたいけど、パチリス、おーい、ポケモンバトルだ。すげえ、入れる入れる。すごい、サンドビッチ。具材こうして調味料合わせれば。あー、ごめん、考え事してて。僕はサンドビッチのレシピを研究しているんだ。いつかマスターレベルと呼ばれる至高のレシピを思いつくのが夢でね。よかったら君にもサンドビッチのレシピを教えてあげよう。新しいレシピを思いついたらまた教えてあげるよ。ありがとう。なんか教えてくれた今。なんか教えてくれたの。すっげー、ポケモンたちが、やどーん、でか。マジ同意。写真撮りたくない、マジ同意。ギャルがいる。すげー、あー、かわいい。なんだっけ、この子。ちょっと名前わかんないけど、なんか見たことある。なに、サンドイッチ買えんの、おいしそう。めっちゃ並んでるけど、でっかいのが。一度でも二度でも、毎度サンドへようこそ。面白いね。キャッチコピーが面白い。美味しそう。マーマレードサンド。
面白そうだけど、これよくまだ分かってないんだよな。なんか捕獲パワー、落とし物パワーとかよく分かんないんだよ。捕獲ってゲットしやすくなるのかな。エスパータイプが、違う、格闘タイプが捕まえやすくなるとか、デカデカパワーとか経験値パワーよう分からんのよな。俺ピカチュウ。そうですか。あ、こんなちっちゃい子一人で来てんの。すっげえ。すごいですね。なんかいろいろ要素が増えて。ちょっと、クーチン、一緒に歩こうぜ。着いたよ。ここがテーブルシティだよ、クーチン。ね、すごいね。喫茶室なぎさだ。さあ、うわぁ。ちょっといろんなとこあるね。授業終わった。すげえ。あれ戻っちゃった。あれ、あ、すごいね、クーチン。ここも入れんのかな。うわ、こっちもある。何ポケモンセンターの。お姉さん回復するたび、ま、うん、俺だけ特別なのか。いやいや、みんなに教えてくれてんだよ、お姉さん。おぉ、すごい、なんだ怪しいとこ来た。テーブルシティ、やべえやつがいる。あ、何も喋んない。やべえ、怪しいとこ来た。なに、ここすごいね。やべえ、怪しい人いる。迷ってしまってた。怪しい人かと思いきや迷ってるだけだった。ただの迷子。なんか、戻ってきちゃうな。入れる。バル、バル、キバルだよ。なんだ、バル、キバル。うわぁ、美味しそう。美味しそうだね、食べ物。ああ、お昼寝してる、いいね。パチリス2匹。大地を感じる。かわいい。お、何ですか、ここは。入れる。いいものをお届け。デリバードポーチへようこそ。あ、なんかネム言ってたやつだ。奇跡の種、もう食った。何、奇跡の種。生命が宿る種、持たせると草タイプの技の威力が、高いな、ちょっとまだ、あ、でも8000持ってるか。まだあれだな。デリバードポーチね。まあ、雑貨屋さんだね。お、オーラ、手作り安心お惣菜はいかがですか。何？オラって、野原慎之介ですか？お！安い、ここ。これなんなん、これ。スライスエッグ。塩味がある食材、様々な味付けで楽しめ。栄養価も高い。買っとくか。よくわからんけど。ポテトサラダも買っておく。焼きチョリソーもね。美味しそう。はい。なんでもないです。へえ。ようわからんけど、とりあえず買ってみた。さあ。ここは、ちょっと待って。もう1時間以上やってるか。いや、ここで終わったらね、どうなんだろう。早く学校行けよって、怒られるかな。うわあ、三つ兄、かわいい。怒られそうだな。早くさっさと進んでくれいいからって言われそうだよね。あれ野生じゃないのかな。野生じゃなさそう。うわぁ、すっげえ、もうちょっと迷っちゃったんだけど、これどこ？これ今これどこにいるのかな、僕。え、ブティック行きたいね、ちょっと一旦。どこにあんの、ブティックって。ここも喫茶店っぽいね。ここは？入れない。ここは、入れない。ここは、中央広場っぽいね。え、ブティックどこですか？マジで。すげえ。ちょっと待ってや。すごいな。どうだっけ。
待って、なになになに、すげえ、なに、ちょっと自撮りさせてもらおうかな。あ、ちょっと位置悪いな。あ、こっち見てくれる。いいわね、ちょっとうるさいな。これな、セリフ出ちゃうから。すっげえ。噴水。なんだ、セーブしなきゃ。すっげえな。あ、ここが、あ、ここ入り口ね。こうやって上がってきたのか。さあ、ブティックどこですか？ちょっとブティック行って終わろうかな、今回は。じゃあ、ファイネル。バルキバルだった。同じ店が何個かあるのか。ここは。バルキバル！バルキバルが！何？ああ。何？ここ、どっちのバルキバル？競合店が。競合店なのか知らんけど。あー、ラッキーだ、ラッキー。これ何？本日はいかがなされましたか？買いに来た。ラッキーズだって。あー、なんか、バトルの時に使えるような感じか。他に辛い症状、あ、病院なのね。なるほど、なるほど。サングラスが欲しい。なになになに？なんて書いてある？北側に売ってたよ。北側か。あれ待って、 R&T です。なんか、何これ、こちらの商品って言われたの。あ、できてる。なななあ、グローブ、ウェイブラック、レッド、あ、なに、パーツで、あ、違うわ、そういうわけじゃない。あ、ボンボンボ、あれ、いいね。あ、待って、サングラスあるんじゃない？あるえ、購入済み、購入済み、いつ購入した？かわいい、きたきた、これおしゃれもできんじゃん。そしたらグリーン、おー、いいね、なんか勉強できそう。めっちゃ色あるな、マジか、いやいいね。いいな、いいな、これいいね。どれがいい？あ、ブルーいいね。ちょっと待って、服ない、服。帽子はいいかな、今。すげえ、これ、でもこれもブティックってことだよね、ってことは。パンも。パンもモデルしてる。これサングラスかけてる？うっし、サングラスかけてる。これ、あ、これ靴か。あ、靴下、あ、この辺ブティック来た。わー、サングラス来た。メガネの里へようこそ。なんか、結構現実的な名前。メガネの里。あー、おしゃれだね、いいね。はい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 。ハーフリムね。はいはい。あ、でもこんだけか。今のでいいな。ああ、クーチン楽しそうだね。よかったね。メガネデビュー。あ、帽子。帽子見てく？帽子でもな。てか、帽子実際いらんけどな。購入済みだわ、これも。いつ買ったこんなん。いや、ほんとはコンロを見せたいからね。これさ、どこで着替えんの？てか、そもそも。お着替えはどこですんだろう？あー、マップ出てきた！これマップ越えてみんのか。学校へ行く。ここが学校か。西。東。え、待って。え？え？めっちゃ広くない？え、ビビったんだけど今。え？
そんなに広いの？靴下、足の友。スニーカー高っ。4000円？これ購入済みになってるけどさ、いつ買ったんだろうね。履いてないよね、別に。どうやって履き替えるんだろう。どっか試着室みたいなとこ入んなきゃダメなのかな。うわぁ、すげぇなぁ。でも服屋さんないよなぁ。服どこなんだろう。ファッションストリート。あ、出てきた、出てきた。ファッションストリートっぽいね。あ、でも、ここ、あれか。あー、ここか。ここがファッションストリートなのか。はいはい。服はどこなんだろう。え、ここか。あ、ここ美容室だ。え、すげえ、中ある。すげえ！うわぁ！みんな一斉に喋った。みんな一斉に喋った。怖っ。どうしちゃいます？いいね。美容師っぽい。ヘアアレンジ。いつものショート。コンロ。いつもの三つ編み。あー、もう、がっつり変えちゃうんだ。あー！最初選択したやつだね。で、色も変えれると。なるほどね。まあ、コンローが飽きたらまた変えようか。うん。そんな時もあるわよね。ごめんね。また来るわ。これがなんだ？あ、これバッグだ。これなんて書いてある？背負。あ、色だけか。なるほどね。3000円。もうちょいお金貯まってからだね。ファッションとかは。あれ服でもなかったな、結局。ポケモンの落とし物。ピクニックショップ、野原。しんのすけ？どんだけしんのすけ出てくんだ。じゃあ今回はここまでにしようかな。はい、ということでね。今回は全然進みませんでした、今回も。ごめんなさい。ただ、学校の目の前までは来ました。はい。テーブルシティには着きました、ということでね。次回また、この続きからやっていきたいと思います。さっさと進めやって怒られそうだけど、ごめん、僕のペースで行かせてもらいます。そんな怒んないでね。はい、ということで。プーチンどこだ？プーチンいないね。はい。ということで、今回はここまで。また次回も見てください。よろしくお願いします。次回こそ、学校行きます。はい、ということで。以上、ポケットモンスターでした。なんだポケットモンスターでしたって。ポケットモンスター、バイオレットでした。また、次回お会いいたしましょう。それではまた。さよなら。